ルナシーのボーカル川村隆一さん。プライベートでは2006年に結婚しています。後に妻がバラエティ番組に出演し、奇妙な夫婦関係について赤裸々告白し話題になりました。その驚きの結婚生活とは一体どのようなものなのでしょうか。経歴とともに見ていきましょう。川村隆一さんのプロフィール。本名佐野隆一。生年月日1970年5月20日。出身地神奈川県大和市。身長171センチ。血液型 O 型。学歴日本工業大学駒場高校中退。所属事務所 RKM ファミリー。経歴。川村隆一さんは小さい頃、西城秀樹さんの歌を聴いたことで音楽に関心を持つようになり、小学生の頃から年上の友人たちとバンドを組んでいたそうです。徐々に音楽に専念したい思いが高まり、高校を2年生の時に中退しましたが、親から家を追い出されてしまい、東京で一人暮らしを始めることになりました。お金がなかったためアパートを借りることができず、友人の家を転々としながら音楽活動とアルバイトをする日々を送っていたそうです。そんな中、町田のライブハウスでルナシーと出会い、ちょうどボーカルが脱退したタイミングだったことにより、グループに加入し、本格的な音楽生活を始めました。1992年にはルナシーとしてアルバム「イメージ」でメジャーデビューを果たすと、以降「ロージア」や「トゥルーブルー」など数々のヒット曲を生み出しています。1997年にはソロ初となるアルバム「ラブ」をリリースし、320万枚を売り上げ、男性ソロアーティストアルバム売り上げ枚数の最高記録を更新しました。そして NHK 紅白歌合戦にも出場を果たすなど、バンド活動だけでなくソロ活動でも不動の人気を確立しています。プロポーズより先に。川村さんは2006年、10歳年下のタレント佐野久美さんと結婚しました。佐野さんは2002年、清新女子大学4年生の時にミス日本グランプリを受賞し、その後はテレビのリポーターやタレントとして活動していました。二人は共通の友人を通じて知り合い、一緒に映画を見に行ったり、川村さんの趣味である自動車レースの応援のために佐野さんがサーキット場まで足を運んだりして愛を育んでいたようです。そんなある日、佐野さんが静岡県富士市の実家に帰ると聞き、車で送り届けたという川村さん。そして実家に着くと、なんと今日泊まっていこうかなと言い出したのです。ためらうこともなく佐野さんの実家に上がり込んだ川村さんは、初対面にもかかわらず気さくに佐野さんの父親と話をしたといいます。さらにその日に佐野さんの父親に向かって、結婚したいと佐野さんへのプロポーズより先に父親に結婚宣言をしたのです。そして2006年1月に交際期間半年で2人は結婚しました。川村さんは熱狂的なファンも多かったことから、結婚の発表は大きな衝撃を与えましたが、みんなはすごく驚くだろうけど、僕の24時間のほんの一部を彼女に分けてあげてほしいとコメントし、結婚への理解を求めました。佐野さんの実家は資産家で、佐野さん以外に後継ぎがいなかったため、川村さんが婿になったそうです。佐野さんは川村さんの意向で芸能界を引退しましたが、2015年に川村さんの了解を得て芸能界復帰しています。息子のトラブルに神対応。結婚後の2009年には長男が誕生しました。息子が生まれた時、川村さんは全国ツアー期間中でしたが、たまたまその日はスケジュールが空いていたため、息子と対面できました。息子の誕生に川村さんは、彼の夢の始まりに感謝するとともに、そっと見守っていきたいと思っていますとコメントを寄せました。そんな長男は小学生の時、友達に怪我をさせてしまったことがあったそうです。
当時川村さんはルナシーのライブ真っ最中でしたが、終了後すぐにライブ衣装とライブ用のメイクのままで怪我をさせてしまった相手の自宅に行き謝ったといいます。その姿に相手の保護者も納得してくれたというエピソードを明かしていました。モラハラ疑惑が。妻の佐野さんがバラエティ番組解決ナイナイアンサーにゲスト出演した際、結婚生活を赤裸々に語り、その異常性が話題になりました。佐野さんによると、川村さんはかなりの亭主関白で、佐野さんは神と崇めているそうです。また新婚の時でも片手で数えるほどしかキスしていない、夫に対し敬語で話す、一緒に歩く時に手をつなげない、子供が生まれてからは寝室は別という驚きのエピソードが明かされました。佐野さん自身、夫の後ろを三歩下がって歩くことは当たり前の意識で、それどころか横を歩かせていただくという気持ちでいることを明かしています。また川村さんは佐野さんに対して、眉毛を切ることや爪を伸ばすことを禁じ、マニキュアやスカート香水も禁止しているそうです。さらに自宅での食事は朝昼晩すべて旅館で出てくるような料理を求めているといい、気に入らない料理は絶対に手をつけないほど亭主関白の生活を送っています。中でもお米には特にこだわっていて、佐野さんが全国の米を探した結果、岩手県で自然農法により作られた5キロ7000円以上する亀の子という米を好んで食べているそうです。川村さんは常に炊きたての状態で食べたがるため、佐野さんは毎食ごとに米を炊いてすぐ曲げわっぱに入れるという作業を繰り返しているといいます。その他にも川村さんはおかずに使用する調味料からこだわっており、味噌や厚揚げなども指定して作らせている様子が明かされました。こんな結婚生活に対し、世間ではモラハラではないかと佐野さんを心配する声も上がっていました。また川村さん家族は1年半もの間別居生活だったそうです。その理由は別荘の建設でした。川村さんは長年の夢だった京都の別荘を購入すると、完成が待ちきれなくて、妻の佐野さんと長男を別荘の建築現場近くに住まわせ、工事の進捗状況を報告させていたそうです。川村さんを神のように崇め、理不尽な禁止事項を強いられても真摯に守り続けている佐野さん、なぜこのような生活に耐えられるのでしょうか。それは佐野さんがもともと川村さんのファンだったことが理由の一つのようです。ミュージシャンとしての川村さんを尊敬しており、曲作りで余裕をなくした夫の様子に、作曲の苦しみはつわりと一緒と理解を示し、結婚生活の中で生まれる不満もライブを見ると全て許せると語っていました。豪邸を売却した理由とは。川村さんは1999年頃に龍一御殿と呼ばれる3階建てで 4LDK の白亜の豪邸を5億円で建設しました。自宅は5台分の駐車場があり、音楽スタジオやジャグジーまで揃えてあるそうです。結婚後はその豪邸で妻と一緒に生活していましたが、現在は都内の高級マンションの最上階に引っ越しました。思い入れのある豪邸を手放すことになったのは、有名になりすぎてしまったからという理由からでした。自宅付近にはスレイブと呼ばれるルナシーのファンたちが川村さんの豪邸を一目見ようと頻繁に訪れていたそうです。このことで妻の心労も増えて、豪邸から引っ越すことを決意したのではないかと言われています。その龍一御殿はなかなか売れず、どんどん値を下げ、最終的には当初の値段の半分以下で手放すことになりました。現在は。川村さんは2019年肺腺がんを発症し、手術を受けました。幸い早期発見だったことから、肺活量には影響がなく、数週間の休養で復帰し、
引き続きボーカリストとして活躍していくことを改めて発表しています。2021年には動画配信サイトニコニコチャンネル内で龍一・河村ボーカルレッスンを開いて活躍の場を広げています。数々のヒット曲を生み出してきた河村龍一さん、妻との関係は独特ですが、河村さんを尊敬しているからこそやっていけるのかもしれませんね。これからの活躍も応援しています。あなたはどう思いましたでしょうか。これからも幸せに暮らしてほしいと思った方は高評価をお願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。